ある日のこと、ふと見ると深い沼の底から一本の緑色の茎が伸びてくるではありませんか。水の表面まで来ますと、そこから一枚の葉が出て、だんだん大きくなりました。そしてそのすぐそばにはつぼみも出てきました。ある朝、コウノトリがその上を飛んでいますと、そのつぼみがお日様の強い光を受けてパッと開きました。見ると睡蓮の花の中にたった今産湯を使ってきたばかりのような可愛らしい女の赤ちゃんがちょこなんと座っていました。